時代は戦国時代中期の A66 年1563年、織田信長が今川義元を討ち取った桶狭間の戦いから3年後のことである。今回紹介する合戦の舞台は信長の正室濃姫の父マムシこと斎藤道三が居城として築いた稲葉山城、今の岐阜城を居城とする美濃の国。信長の父信秀の代より幾度と美濃の国に侵攻するも制圧には至らなかった地であった。美濃の国では1556年、斎藤道三が長良川の戦いで息子義達に討ち取られ、その義達も5年後に急死。まだ16歳の義達の子辰沖が当主となっていた。対して美濃の国を手に入れたい尾張の国の信長はあの手この手で侵略を試みるも、美濃三人衆をはじめ斎藤軍の地の利を生かした防衛の前に稲葉山城までの突破口を見出せないままでいた。そんな中、織田家の中美濃の抑えを担う犬山城の城主織田信清が突如斎藤方へ寝返る事件が起きる。信清は信長のいとこであり、信頼して託していた重要な防衛拠点。信長は美濃平定までの戦略を大きく変える必要に迫まれていた。殿、信清めはもともと殿のことを快く思っておらぬやつゆえ、犬山の城など気にせずとも、これまで通り西美濃の制圧を進めましょうぞ。権六殿、それは思慮がなさすぎだ。信清殿の離反を軽く見てはならん。なんじゃと、柴竹奥義、権六無双で美濃三人衆を一瞬で倒してやるわい。なぜ、そんな奥義があるならさっさと使わんのだ。お主の無謀な突撃で、これまで何人の織田家臣が犠牲になったと思っておるのだ。二人とも、ガキの喧嘩はやめよ。長秀、今一度現状を説明せよ。は、失礼いたした。こちらをご覧くだされ。まず美濃の国は、斎藤家居城の稲葉山城がある西濃。その東を小高い山々が挟み、岡物と呼ばれる盆地を中心とした中濃。さらに、東に険しい山々が連なり、信濃に接する東濃。大きく、この三つに分けられる。西濃は、平野であれと、尾張との境を流れる木曽川や、その北を流れる長良川など、太い川が、天然の要害となっており、また、大垣城を拠点に、宇治家、牧前、稲葉一徹、安藤森成、いわゆる美濃三人衆の、地の利を生かした防衛戦術により、先代信秀様の頃から痛い目に遭わされてきた地。中濃は木曽川支流の豊かな地で、名門時一族が治める頃からの結束力の強い豪族が今も治めている。今回信清殿の離反で犬山の地が敵地となったため、この中濃からの侵略に備えなくてはならなくなっておりまする。で、あるな。おいらに一つ作戦がございます。ゾウリトリは黙っておれ。そもそもこの表情になぜ加わっておるのじゃ。見どころがあるゆえわしが加わらせたのじゃ。よいぞ藤吉、申してみよう。は、しからば。この犬山の地はこれまで西濃からの侵攻に対し中濃への監視の役目が主だと思いまする。その蓋が外れたゆえまた蓋をせねばと普通なら考えまするが、おいらは蓋ではなく表門が開いたと考えまする。たわけが、ここが表門だが、どこへ向かうというんだ。権六、いちいちうるさい。続けよう。まずは犬山を攻略、続いて木曽川沿いに北へ鵜沼城、猿波見城を攻略し、中濃への道筋を作ります。その後、道保良城、ガジタ城、関城を落とすことができれば中濃を抑えることができ、美濃が二つに分断されることとなりまする。ほう、稲葉山を攻めずに犬山攻めのついでに美濃の分断を図るか。藤吉郎、悪くないぞ。少々時間はかかるが、成功すれば間違いなく斎藤家の求心力は下がるゆえ、結果本命攻略が早まるかもしれぬ。よし、藤吉の策で行くとする。しかし清須からでは中濃には距離があるの。犬山から少し南の小牧山に新たな居城を築いてはいかがでしょう。
清暮らしも会ってた頃じゃ。よし、小牧山に急ぎ築城を始める。長秀は信清の動向を注視しておくのじゃ。権六は西門方面の監視を引き続き頼む。本日の表情はこれまで。こうして信長は慣れ親しんだ清洲城を離れ、新しい居城となった小牧山城に入り、中濃攻めの準備に取り掛かります。な、何事じゃ、こんな夜更けに。雑草木殿、織田軍の夜襲です。もうそこまで来ておる様子。私どもが護衛いたしますゆえ、絡めてからお逃げください。なんと、それはいかん。今、着替えるゆえ、少し待っておれ。着替えている間などございません。さあ。わかった。美濃を治める斎藤家当主、辰沖は、政務を怠り、主食に溺れる日々を過ごしていました。義辰の頃から斎藤家に仕える竹中半兵衛は、そんな辰沖に呆れ、織田の奇襲だと偽り、辰沖を稲葉山城から追い出すクーデターを起こしたのです。信長殿、大変じゃ。斎藤家家臣竹中半兵衛が謀反を起こし、稲葉山城を乗っ取ったとのこと。なんじゃと。竹中半兵衛といえば、西濃の戦いで何度も我が軍に罠を仕掛けてきた頭の切れるやつじゃったな。斎藤家が混乱しているこの機に稲葉山へ攻め込みまするか。いや、半兵衛が相手では辰沖よりも厄介じゃ。簡単には落とせまい。ここは交渉と行こう。美濃の半分を与えるという条件ですぐに使者を出せ。人間50年サスケ殿と言ったな。つまり信長殿は何が言いたいのだ。人の世は50年もあり、美濃の半分を託すので、残りの人生織田家の下で安泰に暮らさないかということだそうだ。なるほど、私の読解力もまだまだのようです。信長殿にお伝えいただきたい。私利私欲のためにこの城を得たわけではございません。私は美濃の民のため一時政務を行っているまで、城はいずれ辰沖殿に返そうと思っています。もしこの地を欲しいのならば、力ずくで取りに来てください。私も国のため民のため精一杯を相手いたしまする。と。わかった、伝えておくぜ。すまん、ダメだった。ね、あるか。半兵衛という男、家臣に欲しいものじゃ。よし、予定通り中濃攻めに入るとする。A67 年1564年8月、織田信長を総大将に森吉成、二羽長秀、さっさ成政、池田恒興、総勢1万兵の部隊が小牧山を出立し、織田信清がこもる犬山城へ向けて進軍。織田軍の侵攻を知った犬山城の織田信清は籠城の作戦を取ります。犬山城を包囲した織田軍は陸路と水路すべてを封鎖し、徹底的な兵糧攻めに入ると、信清はあっという間に逃亡してしまい、犬山城の奪還に成功します。信清などおわんでよい。どうせ何もできん、逃しておけ。引き続き進行を進める。まずは木曽川を越えた先の由比山に砦を築き拠点とする。森吉成、池田恒興はこの犬山城に残り兵を集めておくのじゃ。よいな。 A68 年、1565年、伊木山に砦が完成すると、織田の本隊は木曽川を渡り伊木山砦に入ります。おいらに犬山城の攻略を任せていただけないでしょうか。藤吉、お主槍を持ったことはあるのか。一度も槍や刀を持った姿を見たことがないな。槍や刀では戦えませぬが、口でなら戦えます。ははは、ではその口とやらで存分に戦ってまいれ。必ずや良い知らせを持って帰りますぞ。三輪長秀、さっさなりまさ、各三千兵を預ける上、去る上城に攻め込むのじゃ。犬山城の二人には東へ向かい、美濃に進攻し、海根城を攻略するように伝えよ。信長の号令で三輪長秀、
さっさなりまさの2部隊は猿場美城へ、森吉成、池田常興の2部隊は右方城へ同時に進行が開始された。それから数日後、信長、藤吉郎が鵜沼城主、大沢、元康を降伏させたぞ。なんと、まだ数日しか経っておらんではないか。急ぎ、藤吉に伝えよ。今より、足軽大将に任ずる。鵜沼城の兵から、好きなだけ家内を募っていいゆえ、自らの部隊を作れ。良い案だ。早速伝えてくるぜ。その頃、中濃東部では、森吉成隊3000、池田常興隊2000が右方城に到着すると、城主のいない右方城の城兵は城を明け渡し、戦うことなく織田軍に落ちました。そしてほどなく、丹羽長秀隊、さっさなりまさ隊が攻める猿上城も激戦の末落城。これで中濃への足がかりができました。中濃に織田軍が侵攻してくる一方を知った関城主永井道俊は、梶田城の城主佐藤忠義、道原城の城主岸信親と協力して織田家に立ち向かう盟約を結ぶも、梶田城主佐藤忠義が織田家の調略で寝返り、あっという間に不利な状況となります。道原城岸信親の説得は失敗に終わった。よって道原城攻略を始めるとする。行くぞ。三輪長秀を筆頭に織田軍約1万が道原城に攻めかけ、豪遊で知られた岸信親もついに力尽き、本丸で自陣。道原城は焼き払われ廃城となります。よし、次は関城じゃ。続け。道原城に続き、関城へ東、西、南から攻めかけた織田軍は、城に立てこもる長井軍の調略や伏兵に苦戦するも、徐々に郭を攻略していきます。そして永井が城から脱出を図り、関城も織田家に落ちました。サスケ、いよいよ忍びの出番ぞ。稲葉山周辺の町で中濃を失ったことで武田との同盟が破棄になり攻め込んでくる。東濃も織田に下ったなど、美濃の連中を不安にさせる風評を撒き散らしてこい。お安い御用だぜ。成功の暁にはくの市が描かれた特注鎖かたびらをやるぞ。いらん、行ってくる。信長の取った風評作戦はすぐさま結果を呼んだ。大垣城周辺の西美濃を領する美濃三人衆が織田に下りたいと言ってきたのだ。皆も聞いておろうが、美濃三人衆が織田に下った。安兵衛も辰沖に城を返し謹慎中でいない。稲葉山城までの憂いもなくなったわけだ。権六、待たせたな。そちの出番ぞ。おう、腕が鳴るわい。早朝出立いたすゆえ、皆の者出陣の準備に取りかかれ。永禄10年1567年8月、小牧山城から出た織田信長の本隊は約8000、柴田勝家隊が3000、丹羽長秀隊も3000、中濃からは森吉成隊、池田恒興隊が4000で北から稲葉山城へ向けて進軍。織田家へ寝返った美濃三人衆も大垣城から2000で出陣し、総勢2万の織田軍が稲葉山城周辺に着陣。迎え撃つ稲葉山城の斎藤軍は総勢1万。権力は美濃三人衆と共に東の斎藤軍を蹴散らせ、長秀はわしと共に南から攻め随良寺さんを攻略し、そのまま尾根伝いに稲葉山へと突き進むぞ。皆の者かかれ。定数で劣る斎藤軍は中濃を失い、美濃三人衆が離反したことで士気が低く、破竹の勢いの織田軍に勝ち目などありませんでした。斎藤軍の前線隊はあっという間に壊滅し、には長秀隊が随良寺山の占拠に成功します。その日のうちに織田軍は稲葉山の四方を取り囲み、包囲戦となった。水の出向こうの城では籠城戦は無理じゃな。まだ死に島内で逃げるとするか。辰沖は負けが濃厚となると、斎藤動作の代から続く美濃の血を捨て、わずかな家臣と共に長良川を経由し伊勢の国へ逃亡。ははは、腰抜けの辰沖じゃ始まったばかりなのに逃げよったぞ。動作も無様な孫を見てあの世で泣いておるであろうの。皆の者、これにて身の制圧じゃ。
勝ち時をあげよう。こうして A66 年1563年から始まった美濃平定戦は、およそ4年の歳月をかけて織田軍が制圧に成功し、信長の父信秀の頃からの念願であった美濃の国が織田の支配下となった。辰沖に逆らったことで隠遁生活を送っていた竹中半兵衛は、その後木下藤吉郎に仕え軍師として活躍、羽柴秀吉として出世させていくのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。